こんにちは、フィーフィーです。アメリカの中央銀行にあたる FRB が年内に2回追加で利上げを行うとの見通しがあって、韓国経済が再び絶望に突き落とされました。もうただでさえ韓国経済は大変なことになっているのに、そんな中でアメリカが利上げをすれば、さらに韓国から資金がドルに流れて、ウォン安が加速してしまいます。 アメリカ FRB は今月中旬、金融政策を決める会合を開いて、利上げを見送って政策金利を据え置く決定をしたという報道もあったんですが、6月22日にはやはり追加で利上げが必要だという報道がありました。FRB がアメリカのインフレを抑えるために、追加的な政策金利の引き上げが必要だと発言したんです。 こうした発言を受けて、6月23日、韓国ウォンが値下がりして、1ドル1300ウォンになりました。1ドル1300ウォン台は、およそ2週間ぶりになります。そうした中で、韓国の投資家たちの動きにも注目なんです。韓国の投資家が韓国経済に見切りをつけて、日本株を買いまくっているというんです。韓国経済がいかに 危ないか、こうした動きから顕著に現れていますよね。6月の韓国の個人投資家による日本株保有残高は過去最大を記録して、月別の買い越しもコロナ特需以降最大になっています。韓国の投資家による日本株保有残高は6月22日の時点で約4兆1600億ウォン。 日本円で約4570億円を記録しました。これは2011年の集計開始以来最高の水準になります。韓国の個人投資家が日本株を買う理由なんですが、最近の日本株市場が1980年代から90年代のバブル経済以来とんでもなく盛り上がっているからなんです。 日経平均株価は6月16日に33,706円と1990年3月9日以来33年ぶりの最高値を記録しました。これが今の段階でも依然として歴史的な高水準のままなんです。 でまずその背景なんですが、円安です。円安が進めば日本株にお得感が出ますから、多くの日本株を取得をしようと外国人投資家が集まります。円安の割に日本経済が好調なのも投資心理を刺激しています。 日本政府は6月8日今年の4月から6月までの GDP が前の時期に比べて0.7%増加したと発表しました。これ年率に換算すると日本の GDP は2.7%も増加することになってこれ韓国の今年の成長率予測値1.4%の2倍近くにもなるんです。まあこうした経済指標から 韓国の投資家たちが日本株に群がっているんです。あと、いわゆるバフェット効果で日本の総合商社も人気なんです。投資の天才と呼ばれるウォーレン・バフェット会長が今年4月に日本の総合商社に対する投資がアメリカ以外の企業で最も多かったんですね。 日本の株をたくさん保有していることをとても誇りに思うと発言したことで日本の商社に注目が集まりました実際バフェット氏が所有する会社は三菱商事など日本の総合商社5社に対する出資比率を平均で8.5%以上も増やしたと言います 韓国の個人投資家もバフェット氏の言葉を聞いて過去1ヶ月に三菱商事丸紅住友商事など日本のの総合商社の株を大量に買っていたそうです。あとそのほかに日本の AI に関連する企業の株にも注目が集まっているんですがこれ逆に韓国の AI 関連の企業は株価が下がっているんです。 今年初めからチャット GDP 発の人工知能 AI がかなり話題になっていてアメリカのメタなどもうどの国のハイテク株の株価も急騰しているのに韓国を代表するネイバーとカカオの株価は苦戦しています。 一時は韓国証券取引所で時価総額3位と4位にまで上り詰めたネイバーとカカオですが今はネイバーが11位カカオが15位ともう時価総額が10位圏外に押し出されてしまいましたこれさらに世界的ハイテク株と比較すると見すぼらしい結果になるそうです 6月23日にアメリカナスダック市場に上場したメタの株価は289ドルで今年初めから132%ともうとんでもなく上昇していますマイクロソフトは40%の上昇グーグルの親会社であるアルファベットも37%と株価が今年に入って30%以上も上昇しているんです 最近、韓国のネイバーとカカオの株価が低迷しているのは、外国人投資家が売りまくっているからなんです。韓国の専門家は、アメリカが再び利上げに踏み切るとの懸念から、外国人投資家が業績改善の動きが遅い韓国企業の株を中心に売りまくってしまうと指摘しています。韓国企業が対外的な要因に弱いと判断されてしまっているんです。 まあでも韓国で今一番苦しい状況に追い込まれているのは自営業者なんです。韓国の大企業でもここまで苦しいんですから個人事業主はもっと苦しい状況にいます。韓国の自営業者の数なんですが約550万人、もう働いている人の5人に1人は自営業という,もう世界的に見ても高い割合です。 にもかかわらず自営業者の平均所得は最低賃金とほぼ変わらないし、そこにさらに今は世界的な不況で韓国経済がどん底で苦しい状況に追い込まれているわけです。もはや韓国の自営業者の問題は自営業者だけの問題ではなくて、韓国全体の問題になっているわけです。 韓国では韓国銀行による利上げの影響と景気低迷などで債務の返済に行き詰まる自営業者が急増しています今年に入って金融機関では自営業者の延滞率が過去8年で最高を記録したと報じられました特にノンバンクでの延滞が急激に増えています これはコロナの影響で売り上げが大幅に減少して資金が必要になった自営業者が銀行から融資を断られてノンバンクから高金利で融資を受けて返済が困難になってしまったからなんです。韓国の専門家はこの先も自営業者の延滞率は上昇していくだろうと見ています。 これは今年の秋に韓国政府による個人事業者向けの融資に対する猶予支援措置が終了するからなんですもうこれどうなってしまうんでしょうかおそらく韓国では今後とんでもない数の破産者が出るでしょう韓国銀行は最近発表した報告書で今後も韓国の景気回復が予想より遅れて金利の負担が増え続ければ 最も弱い自営業者を中心に延滞額が拡大する危険があると警告しました韓国政府はそれを想定して破産専門の裁判所を作るよう指示を出したくらいですからもうかなりやばい状況になるんじゃないでしょうか韓国の自営業者が金融機関から受けた融資の総額ですが日本円で約114兆円にもなりました 6ヶ月でで約2兆円も増えているんです。まあ、返済しろと言われても韓国の景気が回復しない限り経営状況は良くならないし返せないものは返せませんこのままでは韓国の銀行にその負担が大きくのしかかるんです韓国の銀行が混乱してしまいます 韓国は前の文在寅政権の時、景気の動向を無視して最低賃金だけを急激に上げていったので、まあ、一見最低賃金が高い国、韓国経済はすごいと錯覚する人もいるでしょう。しかし、 本当にその国が定めた最低賃金をもらっている人はごくわずかで、多くの労働者はそれをちゃんともらえてはいないんです。まあ本当は法律違反なので、こういったことを取り締まらなければいけないんですが、もうあまりに違反している事業主が多いため、取り締まりが追いついてはいません。え韓国ではまともな給料をもらっているのは、サムスンや LG など大企業や財閥ばかりで、 階級ごとに見た賃金そして所得を見るとその差が激しいことがわかります、まあ、つまり所得格差貧富の差が大きい国なんです日本のメディアは韓国の若者のカルチャーでキラキラした部分ばかりを紹介するので韓国は勢いがあるなんて勘違いする人もいるとは思いますが、まあ、こうしてお話ししてきたように韓国経済は 低迷ししてていいるどころか縮小していますさてここまでお話ししてきましたが皆さんはどう感じになりましたかコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフ f ーチャンネルの登録もお願いします